セクハラの世界にようこそ。今日はですね、元のまあご当地アイドルやってたマナチに来てもらいました。あ、マナチ。あ、可愛い。とりあえずさ、何が欲しいの？とりあえず生で。もう一回向けて言ってくれ。とりあえず生。うん、あ、生。お待たせしました。あーったー。生が欲しかった。乾杯しよう。乾杯。乾杯。今日は来てくれてありがとう。うん。可愛いな。いやー。俺本当にあのお金と時間しかなくて。うん、こんな俺うちの娘が新しいママ欲しいって言ってて。新しいママなってほしいなみたいな。なりたい。なりたい。可愛い。なりたい。偉さんのママに。乾杯しよう。乾杯。本当もうただね、俺みたいなおっさん持って何の取りもないんですよ。いやいやいや、何のさっきのお金と時間しかないからっていう名言。あ、声かわいい。それ言えるのはもうエラさんしかいない。普段から全然何もなくて、ただなんで俺がこんなに金を貯め続けてきたのかって考えた時に、やっぱ次の奥さんのために。おお、いやー、かっこいい。エラさんなります。あー、かわいい、かわいい。はい、エラさん。あ、どうした？ちょっとトイレ行きたいです。あー、どうぞどうぞ。あー、ほんと、あ、かわいいやんか。入れてください。お、かわいいやんか。ちょっとね、セカラは抜きにして、昭和のお話しましょうよ。昭和といえば、まあ、いろいろ娯楽があったんですけども、サプラ先生ってどんな娯楽が好きだったんですか？やっぱり宴会とかで。あ、宴会、はい。わかめ酒。わかめ酒、どわかめ酒ってどんなものですか？女の人がまた持ってグッと閉めて、あ、閉めてよ。ここに日本酒をちょーっと垂らす。垂らして、エラちゃんこう顔かけて、顔、そうそう、こうして、おい、飲む。それがわかめ酒。すごい、やってみたい。わかめ酒ください。めっちゃ飲んでるやん。もう一杯欲しい。欲しいです。もっと欲しい。全日本セクハラファンの皆さん、こんなもんで今日は許してください。これからもどんどんね、セクハラやっていきたいと思います。おっす。ごめんね、なんかいろいろ変な質問ばっかりして。で、今回はちょっと真面目な話したくて、マナチは今は普段は何してるの？今は看護師になるための学校に行ってます。看護師なんねや。はい、かわいい。もう看護師完璧じゃない。あっちゃんねえ。いや、あっちゃん、どんな看護師なの？ぶっとい注射ぶち込んだのか。ようやく3回目に来てみんな入れることになりました。入りすぎてるな、この店。ということで、いいっすか？乾杯。乾杯。もう外もちょっと満席で、本当にすぐなってるんですよ。やっぱお兄ちゃんの店が入ってくれてるのは心からめっちゃ嬉しい。場所変えて、ホルモンテンプル4倍で行きました。お願いします。この天ぷら食べてもらう。大きすぎて無理。